今回このハンドチェーンソー絶対あると便利って投稿したかったんですけれど、いろいろ思うところがありまして、そのレビューになります。マキタのバッテリー互換のこれミニチェーンソー6インチやっと届きました。で、今日はあの後会計締めるんで領収書だけ取ってレビューは後ほどになります。二重で、はい、早速持ち手が外れましたけど、持った瞬間に外れました。チェーンソーみたいなこと絵だけ描いとるね。一応中敷きみたいなのは、中敷きはあるんやけど、ああ、はい、うちのオレオくんにもう段ボール破られましたね。オレオ、オレオ、はい、無視です。まあこんなガチャガチャになってるけど。一応中敷きはついてたみたいな感じです。バッテリーこう入るのかな。バッテリー今暴れてます。また置いたする。持った感じはクオリティがいいですね。じゃあ後日組み立てます。今日ちょっと忙しいので。
組み上げました、ハンドチェーンソーです。ちょっと早速使っていきたいと思いますけれど、このオイルが使ってみてちゃんとチェーンに回っているかとか確認したいと思います。やっぱり縦置きで一晩保管してたんですけど、オイルがもうダラーっとしちゃいましたんで、こういう保管がいいかなと思います。じゃあ今これは秘密基地なんですけど、これから近日公開します。邪魔な枝とか切っていきたいと思います。
何が？よいしょ。まだ食べれるんかな、あのみかんを。ハサクじゃない？果樹、果樹。じゃあ移動。じゃあせっかくなんで最初に滝行っちゃうか。ちょうどいい。いきなりあの歯が悪くなるやつやけど。これ違う？これ、うん、もうこれはいらないやろ、この角度は。へえ。しちゃいます。下からやね。安全ロック押して。うわっ。ああ、なるほど。雨水、おしっこみたい。ああ、いきなり。でも結構切れたね。うわ、怖っ。あらあら。できんし。ありがとう。あ、女の子がおる。んお、びっくりした。切れた。いや、今事故かと思った、本当に。本当に女の子が中に入っちゃうかと思った。はい、こんなんはもう、ま、形を決めて剪定していこう。これはいる？いや、なんかな。これなんかお花っぽい。アジサイやん。アジサイ。アジサイやん。アジサイ。アジサイやね。花が残っ、花が残っと、うん、この辺はどんどん間引いてっていいんやけど。まずは細いやつから。タラの木です。タラ。よいしょ。楽や楽やね。とか太いのある。おじさんのタラとか。ミッケ、これやね。じゃあちょっと降りてこう。うん、やっぱり。大丈夫？20センチぐらいあれ。Damn.
れんね。きれんね。きれんね。硬いんかな。でかすぎたん。硬いんかな。抵抗がかかったら。たら止まるんや。どういうこと？おかしいよね。ちょっとショックなんですけど、5センチぐらい。返品しようか悩み中。そんなやつだって最低やん。こんぐらいのもんちゅうことか。こんぐらいなんやろね。枝打ちぐらいかな。チェーンソーとは名ばかりやね。これかかっとるもんね。なんちゅうか、根元から取れそうやん。倒れるぞ。こんな。この方がいいかも。
これも互換バッテリーなんですけど、よいしょ、偽物同士って。2の2って何やろこれ。2.2、22V。マキタの偽物バッテリー入ったよ。